まずは本日のゲームを開いていただいてコメントをお願いいたします。 About the game。Second two quarters is good game. First two quarters we were maybe too much relaxed, maybe too much nervous. I think first two quarters we need to say Hitachi play good. They make few difficult shots. And but I am happy how play breaks after tie break. まあ後半は良かったと言えると思います。ただ前半に関しては良くなかったと言っていいのか、まあ自分たちがナーバスになりすぎていたということはないんですけど、ちょっと緊張感に欠けていたのか、もしくは日立さんが良かったのかっていうところも。ちょっとまだ見てみないと分かんないんですけど、やはりタフショット何本か決めていたので、そういった意味で自分たちが悪かったのか日立さんが良かったのかというところは分かんないんですが、前半は苦しかったです。で後半は自分たちのバスケットができたと思います。やはりそういったところ負けている状態から追いついて追い越して、そこからハーフタイム挟んで自分たちの展開に持っていけたという意味では自分としては満足ができるゲームでした。In tie break we thoughtIn the locker room, we need improve, we need play better in defense. I am happy that player understand that I wanted to admit Take a job. Of course, everybody, guys, hard worked in the court, but for me, Take a job is very good, very nice.特にハーフタイムで後半ディフェンスをしっかりやる、もっといいディフェンスを出そうということを伝えたら、選手全員がしっかりと理解してくれて、しっかりそういったところを結果として出してくれたと思いますので、非常にそういった面でも満足しています。全員がやはりそこをしっかりハードワークしてくれたと思いますが、特に武田選手非常にそういったところをしっかりとやってくれた選手だったというふうに感じています。 Second quarter is I think goodNo, to say perfect, but good play. Our point guards, first Yuta, and last quarter Nabe, Watanabe, and of course I am happy how play our big players, Foreigner and Kuma. Maybe not good day. Today was for our shooters.また特に後半に関してパーフェクトとは言えないんですけど、非常にポイントガードをしっかりとゲームコントロールしてくれたと思います。第3ピリオドは田臥選手が、第4ピリオドは渡辺選手が非常にいい働きをしてくれたと思いますし、やはりビッグも非常にいいプレーしてくれました。外国人選手2人、ロシター選手、ブレントン選手、そして熊谷選手、非常にいいプレーを見せてくれました。ただシューターにとってはちょっと今日はいい日ではなかったのかなというふうに感じています。Please questions. はい、少し質問あれば受けたいと思います。はい。後半、下野選手です。ニュースペーパー。いいディフェンスだったっておっしゃってたんですけど、具体的にこうどういうふうなところが良かったのかっていうのと、やはりディフェンスからそのリズムを作っていったからこそ、最低限こうすごくいい点差をつけられたっていうことで大丈夫ですか。So first question is because in the good defense we can lead.The game in the second half, is that right? Yes, defense, first defense. And can you tell more details about the defense? What kind of things we improved? What did you tell in the locker room? We will play tomorrow. It's a secret. What Takia did in this game? Why coach is happy? Maybe I can answer tomorrow.After game. Okay. 質問されたことに関しては、ディフェンスが良かったところからオフェンスにつながってきたというところに関しては、おっしゃる通りだと思います。でこのロッカールームで何を伝えてどういうことができたのかというのは、明日も試合がありますので、それはちょっと明日のこの場でお伝えしたいと思います。
ただ武田選手のプレーというものが自分の伝えたことをそのまま出してくれたというふうには思っています。 I promise I answer that tomorrow. 明日その質問に関してはお答えするようにお約束します。はい、わかりました。先ほど試合の後にそちらで指示をされていましたが、何か今日の試合から出た課題というものがあったんでしょうか。 We walked through over there, so what was the task? What we need to improve for tomorrow?Here? Yes. First, we need be better psychology. I don't want to see like how we start today. We need play strong defense from start game. I talk now here in gym. First, we need.Be ready from beginning game. と考え方の部分としてやはり入り の部分が良くなかった、特にディフェンスが良くなかったというところで、その入りの部分からしっかりとした強いディフェンスというものをやっていこうということをその場では確認をして選手たちにも伝えました。はい、他にありますでしょうか。はい、内容ですので指令回答をご紹介いただきます。以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。